古代エジプトの有名な神格。エジプトの大地に古代の神々がささやく神秘の伝道が存在します。その一つが太陽神羅を称える壮大なカルナック寺院です。この寺院群は時間を超えた芸術の宝庫であり、その壁画や柱は今もなお多くの物語を語りかけています。次に訪れるべきはルクソール寺院です。この場所では古代エジプトの王たちが神々と共に歩んだ道を感じることができます。またファラオ・ラムセス2世を祀るアブ・シンベル神殿はその壮大さで知られています。この神殿は太陽の位置によって内部が照らされます。女神イシスを称えるフィラエ寺院も忘れてはなりません。この場所は水面に映る姿が神秘的な美しさを放っています。エドフのホルス寺院は戦いの神ホルスを祀り、その壮麗な構造と詳細な彫刻が訪れるものを魅了します。これらの神殿は時間を超えて私たちに古代エジプトの偉大さと美を伝えています。今もなお多くの旅行者や学者を引きつけてやみません。